魔法学園物語始めましょうか。どういうゲームなんだ？ここは魔法学園の教会？なるほど。俺どっちなんだ？これ、あ、なんか勝手に動いてる。あれ動かせない。ん？どういうことだ？俺この右側の茶髪のやつでいいのか？おい、掃除しろよ。あ、わかった、掃除してやるよ。お前というゴミよな。おい、ちょ、急に戦闘始まった。ウルリカが出現。は？ちょっと待ってくれ。え、あ、なんかいろいろ覚えてんな。アイテムはない。普通に攻撃してみるか。なんで急に、あーやべえ、なんか結構強いな。なんか俺なんか HP5000 もあるけどな。あいつなんか、え、400ダメージ、なんだ、魔法強いじゃねえか。魔法使おう、魔法どんどん使っていこう。なんだこれ、なんで戦闘が急に始まって、え、いいのかこれな。あ、俺とお前の関係からは何なんだ。なんか全然わかんない。あ、倒した。なるほど、勝利。5000の経験上位獲得。なるほど、レベル12に上がった。おお、なんか結構レベル上がったな。うわー、とどめさしてやる。あ、ちょ、待て、とどめさしちゃダメだろ。ギャー、おい、ちょっと殺人、おい。ウルリカを掃除した、いいのか掃除して。おい、なんかもうムクロが残ってるんだけど。はあ、無駄に疲れた。掃除だってめんどくさくてやったらねえよ。やべえ、こいつサイコパスだ。めんどくさいし帰るか。おい、ちょ待って、セーブしますか。はい、じゃあセーブしようか。なんでここでセーブさせられるんだ。なんか嫌な予感するな。大丈夫だろうな、おい。え、なんだ、なんかすげえゆっくり歩いてきて、俺なんか全然動かせねえんだけど、なんなんだ、ん、あ、なんか現れた。やべえ、なんか悪のサイドっぽいの現れたけど大丈夫か。なんだお前、ダークマター。我は闇の神ダークマターだ。それよりお前、学校めんどくさがっていたな。あー、もうめんどくさいし行きたくないし、めんどくさいならば学校長を殺してしまえばいいのさ。やっぱお前悪のサイドだったか。そんな話に乗ろうと思ってんのか。何、ここはいわゆる私学だ。私学だと、つまり校長の楽園だ。なるほど、校長を殺せばお前の望む通りになる。まあ冗談だから入った。俺もこの要素を抱えてる神だから、そういう悪魔のささぎみたいなの染みたかっただけさ。絶対にやっちゃダメだぞ。遅えよ、もう行っちゃったよ。おい、あいつ行っちゃった。おい。人の話は最後まで聞けよ。いや、俺は人じゃないか、神だな。うん、で違う。いや、なんだその銀玉みてえなノリはよ。とりあえずセーブしようか。学校を潰すのも仲間がいないとな。いや、そんなの仲間になってくれるやついないって。目的がおかしい。すいません、ちょっと時間が空いてる人探してるんですが。バーテンダー、うまいこと言ってるのか。そこにいっぱいいますよ、誘ってみては。ありがとうございます。なんか馬であることには一切言及しないんだなこいつな。魔法学園の校長を殺しに行きたいんだけど手伝ってくれない。とんでもねえ質問だ、無理だろ。もちろん。いやエリックが仲間になった、おかしいだろおい。え、待ってくれ、こいつらもまさか魔法学園の校長を殺しに行きたいんだけど手伝ってくれない。いいだろう、年も取ったが戦うことはできるさ。ねえ、ここどこなんだ。こいつは生徒なのか本当にな。魔法学園なんだよね。なんでこんなおっさんがセーブしますか。え、なんか怖えんだけど、セーブさせられるからさっきからさ、こまめに。なんとバカバカしい校舎だ。よくこんなところに帰るな。落ち着け、校長を殺しに来たんだろ。あ、早速行こう。ここなんなの。なんで学校が、おい、なんでそんなすごい速さで。え、なに、あ、ガード。なるほど、警備員ってこと。なんかすげえな。じゃあファイヤーボール打ってみようか。はいはい、あ、なに、え、勝手に、あ、なるほど、俺以外は勝手になんかクソ強えんだけど。おい、でもいいや、なんか俺、あ、でも結構強えな敵も。俺さ、なんか殴っときゃいいや、適当に。もなんか俺の味方が強すぎる。ラルクたちの勝利、3万5000の経験値めちゃくちゃ手に入る。おレベルガンガン上がっていくな。おい、味方が強すぎるからさ。あ、なんだこのエフェクトは、回復したってことでいいのか。あの、敵倒すとなんか自動オートで回復できるってことでいいのか。ダークロードが現れた。敵がクソ強そうなんで大丈夫なのか。こいつ魔王じゃねえか、明らかに。よ、ダークロードっていいのかね。えこんなやつがなんか校舎にいるっておかしいの。違う、なんかやっぱ味方がクソ強い。あ、やべえ、大丈夫か。ちょっと待ってくれ、回復ってないよな。え、どうすりゃいいんだ。え、回復箱だからこれいずれ積むぞ。あ、でもそっか、戦闘が終わると勝手に回復するから。あ、いいのか、倒したりすれば。味方が強すぎる。え、だから味方が強すぎるんだと。もうおかしいだろうが。こいつら一体何者なんだよな。生徒がこの強さでいいのか。学ぶものねえだろ何も。お前らよ、生徒である必要性がないじゃねえか。セーブして。ねえ、こいつら何を学びに来てるんだここに。なんか魔法学園って。デスロードが現れた。やべ、おい、ちょっと待て、キンガーン。おい、ちょっと待て、キンガンがやられた。完全に死ぬ。は？キンガーン。貴様絶対に許さん。ちょっと待ってくれ、キンガンはもういない。
もうなんか枠からいなくなってるもんだって。RPG って普通さ、なんか瀕死状態とかなんてさ、なんか蘇生薬とかさあるだろ普通。そういうのないの、何にもこのゲームには。もう二度と帰ってこない人生縛りなんだ。あ、もうデフォルト人生縛りなんだねこのゲームは。マジかよ。もういいのか、もう3人になっちゃったけど、こんなんで校長に勝てる、まあ、校長、ただの校長って人でしょ。またセーブさせる、なんか中ボスみたいなの現れて大丈夫かこいつら。あれだてめえらは、うるせえ、死ねえ。なんで頭おかしいやつしかいねえんだ、登場人物おかしいだろ全員。おい待ってくれ、なんか炎の精霊とか現れたけど、あ、なんか侍、侍一撃でやられたけど、ナタリーも大したことねえな。おいハイパークス。もうとりあえずもうこいつらいたら勝てるわ。味方が強すぎるもん、ハイパーアックスが強すぎる。もう6145ダメージ、56万の経験値。おいもうなんかドラゴンボールがなんか裸足で逃げ出すレベルでインフレッシュ。どういうことなんだおい。もうなんかわかんねえけど、どんどんレベル上がっていくよ。すまん、俺もここまで見た。はぁ、エリック、お前全然なんかピンピンしてたじゃねえかよおい。どういうこと。どんどん一人一人なんか仲間減ってくんだけど大丈夫。もう2人しか今でも妨害いたらいけるか。これじゃ好き勝手はさせんぞ。京都魔人召喚、なんで魔人なんか召喚できる。どんだけ強いんだお前らはな。おかしい。あ、なんか新しく覚えてる、ファイアーストーム使ってみようか。MP のほとんど消化したけど、でも残り35しかない。めちゃくちゃ強い。5桁ダメージ出たけど、おい、勝てるかこの感じだったら、魔人とはいえ。こっち5桁ダメージの人がローガンが強すぎるから、いけるんじゃねえのか。待ってくれ、次でやられる。やばい、防御しよっか。ローガンボム。あ、ダメだ、次でやられちゃう。うわー、あ、近い。なんだ、なんかラルフさ、さっきと違ってなんか、あれだぞ、まだ残ってる。今度はなんかあれなの、瀕死状態ってこと。あ、まだ生きてる。なんでさっきはなんか死んだじゃねえかよ。ダメだ、回復しないと火力が足りなすぎる。おい、喋ってるよな。こいつらは HP0 になっても大丈夫なんだ。こうなったら助けて神様。ここに来て神頼みって。でもなんか来ねえじゃねえか。おかしい、そんなはずは。やかましい、とどめさしてやる。あ、来た。遅れてきた、呼ばれたから来たよ風神。お、来た、来たじゃねえか。うざい、死ねえ、行くよ。大丈夫、こいつ、あの、多分クソ強いんだろうな、多分この今までの流れからしてな。そしたら、あ、なんか全回復してる、なんで。ファイアーストーム打って、あ、風神、俺があれできるんだ。そしたらどうしようかな、布団が吹っ飛んだ。なんだこの技は、布団が吹っ飛んだ。8000ダメージ、クソ強い。しかもファイアーストームもクソ強い。おー、いいぞ、今度こそ勝てるんじゃないか。あ、でもやべ、あの時間経過が過ぎるとまたやられちゃうから、あ、もう打てない。まあ防御しとけお前。そしたらアルミ缶の上にアルミ缶打ってみるか。なんでこれダジャレなんださっきからよ。どうなんだこれ、どのくらい食らう。どうせクソ強い。1万3000ダメージ。またもおかしいだろこいつら。もうレベルがガンガン上がっていく。もうついに終わりだぞ。残るは校長のみだぞ。魔人が破れた、布団が布団だ。わけわかんねえ、ひそむろ、死ねえ。ついにやられたな校長。まあさすがにこいつも強いんじゃねえのか。そしたらまあアルミ缶の上にアルミ缶の方が強かったよな、布団が吹っ飛んだより。こっち行こうか、破壊。ちょっと待って待って、強すぎる。待て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 、なんだこいつの強さは。伊達に押さえやってねえなこいつ。私は人間ではない、神をも凌駕した聖職者であり校長だ、敗北などありえん。なんて強さだ、悪いけど死んでもらうよ。なんか現れた、何者だ。なんだこいつ、また会ったね久しぶりに。なんだこいつ、いや初めて会うんですけど。なんだこのキザっぽいやつは。クロノス、クロノスだと、さっさと片付けようかな。なんだこいつ、なんだこれ、ちょっとシャに構えた感じでさ、さあ始めよう。絶対強い。22000。なんだこいつの強さは。何者なんだこいつは。特に語られないんだ。終わっちゃったよおい。お、なんだ、なんか左側にさ役職がなんかいろいろある。前作にもいたよね、クロノス信者の統率、前作もガードでした、なんかいろいろ書いてある。あ、なるほどね。あ、こいつら役職がいちいち、ってことはさ、なんか前作ってことは、あ、サンキュー、ありがとうございました。いえいえ。ってことはシリーズものなんだなこのゲーム。あ、なるほど、俺やる順番間違えたか、もしかして。今回の話は悪魔のささやきと話は最後まで聞こうって話だったね。ピンチな時ほど悪いことがしやすい環境になっていくということは、薬物とか怪しい壺とかによくある話だし、冷静に考えることが大事だね。あと日本人は重要な情報を後に話すことが多いから、話は最後まで聞こうね。おしまい。なるほど、なんかためになったね。おい、このシリーズやるしかねえ、他のゲームもやろう。はい、ということで魔法学園物語でした。またやべえの見つけちゃったわ。